こんにちは、ローリンプーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はこちら、最大 100W 対応のですね、PD 充電器と、それから 100W に対応した Type-C のケーブルになります。はい。今回はですね、こちらですね、100W のですね、PD 充電器になります。そして 100W の出力に対応したですね、Type-C のケーブルですね、一緒にご紹介させていただきたいというふうに思います。PD 充電器の方なんですけども、3ポートあります。2つがですね、Type-C になっています。もう1つがですね、こちら、Type-A になってまして、通常のですね、ケーブルを使うこともできますし、Type-C のですね、この急速充電 100W に対応したケーブルを使うと、より高速にですね、充電することができるということになっています。そうしましたらですね、詳しくですね、見ていきたいというふうに思います。Type-A は通常のコネクターになりますので、こちら Type-C の部分がですね、PD 充電ということで、最大 100W のですね、超急速充電が可能ということになっています。16インチの MacBook Pro もですね、フルスピードで充電が可能ということで、約115分でフル充電ということになるそうです。通常のですね、こちら Type-A がありますので、もしくは Type-C でもそうなんですけれども、普通のですね、Android、Galaxy、iPhone などのですね、スマートフォンの充電器としてもですね、使えますし、Nintendo の Switch なんかもですね、充電することができるようになってまして、3ポートありますので、3台まとめてですね、充電、急速充電することができます。なぜね、100W ということで、すごいですよね。窒化ガリウムを採用していまして、高出力、低発熱、そして小型化という形になってるんですよね。MacBook の 96W のですね、純正充電器と比較して、38% 小さなコンパクトサイズを実現しているということになっています。コンパクトでありながら、ここですね、はい、このようにですね、折りたたみ式プラグを装備しているということで、持ち歩くときにですね、飛び出るものがないので、持ち運びしやすいと。いうことになっています。パソコンと一緒にですね、持ち歩くときにもですね、非常にいいと思うんですけど、重さはどれぐらいなのか。はい。はい。約 178g ですね。178g ということで、パソコン用のアダプターというふうに考えた場合にはですね、非常に軽量じゃないかなというふうに思います。とにかくね、100W 3ポートついてる急速充電器になりますから、非常にいいんじゃないかなというふうに思います。V ダイナミックっていうんですかね。ベンダー様独自の機能でですね、高効率の充電、安全機能というのがですね、装備されている充電器ということになっています。PPS、PD3.0、QC2、QC3、QC4 ということで、結構ね、4まで対応しているっていうのはなかなかね、素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。この100W の超急速充電をですね、実現するためにはですね、こちら、同じベンダー様のですね、この専用の 100W 用のですね、ケーブルですね、こちらが必要になります。通常のですね、ケーブルではですね、100W 出力にはなりませんので、ご注意なさっていただきたいと思います。MacBook Pro なんかをですね、急速充電されたいなというような場合はですね、必ずこちらの100W 対応のケーブルをお使いいただく方がいいんじゃないかなというふうに思います。このケーブルで 20W が最大なんです。こちらは 100W なんですけど、20W。全然ね、このケーブルの質が
この大きさ見ていただいても分かるんですけどね、コネクター部分がやっぱり 100W というだけあってものすごくしっかりしてます。これ通常の 20W ぐらいだと全然ね、これね比べ物にならないです。この、はい、コネクター部分のしっかりさっていうんですかね、すごいですよね。こちらを使われるときはですね、必ずこのケーブルもですね一緒にご購入されてですね、ご使用いただくのが最適なベストチョイス、組み合わせということになるんじゃないかなというふうに思います。モバイルバッテリーで PD 充電対応ですね、 20W しかないんですけれども、こちらでですね動作の確認をしてみたいというふうに思います。はい、そしたらこちらプチッと、はい、接続しました。はい、で今バッテリー充電されています。そしてこちらですね、はい、今現在のですねワット数がですね19ですね、19W で今出力されています。で今この状態のまま、はい、もう一つの PD の口ですね、こちらですね、はい、の方にですね、この 100W のケーブルをつけた状態でポチッと、はい、こちらですね、はい、もう一つのですねモバイルバッテリーの方ですね、給電してみたいなというふうに思います。はい、よいしょ、プチッとプチッと、はい、こちらも急速充電始まりました。2台目ですね、はい、そしてこちらの方ですね、はい、はい、こちらもですね 19W ですね、これですね、はい、19W 出ています。はい、そしてもう一度こっち側を見ますと、はい、こちら、17、ちょっと容量が減りましたけども、17W ということで 17W、 そしてこちらが 18W ということで、結構ね、2台並べても合計で 40W ですよね、になっています。はい、いかがでしょうか。折りたたみ式のプラグになっていて、てコンパクトな 100W 大出力の PD 急速充電器、そして 100W 対応のケーブルということで、はい、いかがでしょう。これほんまにええもんです。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。